はい、皆さんこんにちは、オーラコンです。今回はですね、昨日なんですけれども、漫画家の小林よしのりさんがブログでですね、ちょっと気になる発言をされていたので、その件に関してちょっとお話ししてみようかなというふうに思います。その小林よしのりさんがブログでですね、何を言ったのかというとですね、先日のその川崎市の児童殺傷の事件とかですね、それからその官僚の方がご自身の息子さんを殺害された件ですね、そういった件に関して、そのこういうふうに言ってるんですよね。子供に働く現場を持たせられなかったのは親の罪である。子育てに失敗している人間を含む生物界は弱肉強食が基本で、弱者が生き残れないのは自然だろう。人間ゆえに強者が弱者を守らねばならないと私は思っているが、弱者が弱者のままでいいという社会は実際にはないというふうに述べているんですよね。で、小林さんはその官僚の方がご自身の息子さんを殺したことに関しては殺人なんで、それを肯定しているわけではないんでしょうけども、そういうですね、してしまう気持ちはわかるというふうなことを多分述べていると思うんですよね。そういう意見はですね、私は賛成しないんですけれども、そういう意見を有する人がいるっていうのはですね、いるんだろうなというふうには思うんですけども、私が問題だと思うのはですね、その今述べた部分の最後の部分ですよね。弱者が弱者のままでいいという社会は実際にはないというふうに言ってるんですよね。社会は弱肉強食だから、弱者が弱者のままでいいという社会が実際にはないというふうに述べてるんですよね。なので小林さんはその強者が弱者を守らないといけないということは思ってるけど、弱者が弱者のままでいいというような 甘ったるい考えでいてもらったら困るっていうふうに多分思ってるんですよね。でもこれっていうのは違うんですよね。弱者は弱者のままでいいんですよ。弱者が弱者のままで尊重される世界こそがこの世界であるべきなんですよね。それが多様性を認めるっていうことなんですよね。弱者がですね、それは強くなることはですね、それはいいと思うんですよね。弱い人がですね、努力して強くなるっていうのは、それは素晴らしいことなんですけど、全ての弱い人が強くなれるわけではないんですよね。当然弱い人もいるわけなんですよ。で、この世界っていうのは弱い人と強い人の集合体でできてるわけなんで、その全ての人がですね、強くなれるわけではないんですよね。はい。で、その憲法でもですね、弱い人が弱いままでいることは保障されてるんですよ。それはですね、憲法の13条ですけど、13条では幸福追求権というのを保障していて、そこではですね、全て国民は個人として尊重されるというふうに、規定されていて、個人は個人として保障されることは明確に保障されてるんですよね。で、これっていうのは当然弱い人も保障されるということですね。弱い人も個人として尊重されますよということを言ってるのが、その13条の幸福追求権なんですよね。だからそのこの世界っていうのは強い人だけが幸せになれるものではないんですよね。弱い人も幸せになれる世界でなければならないんですよ。だからここでわざわざですね、13条で個人として尊重されるというふうに、全ての国民は個人として尊重されるっていうふうにわざわざ規定してるんですよね。ですからその小林さんが何がおかしいかっていうと、その弱者を切り捨ててるんですよね。弱いものが弱いままであってはならないっていうふうに述べてるんですから、それは多様性を否定してるんですよね。弱い人が弱いことで、弱いままであることを否定することを述べてるんですから、それっていうのはですね、私は間違ってると思いますよね。弱い人は弱い人のままでもいいんですよ。それ弱い人が強くなることは素晴らしいんですけども、誰しもが強くなれるわけではないんで、弱い人がですね、弱いままであっても幸せになれる社会でなければならないんですよね。その点で、小林さんはちょっとおかしいなというふうに思ったんでですね、ちょっと今回はこういう動画を上げてるんですけども、ですから、よくですね、いるんですよね。弱いやつは強くなれとかですね、弱いままじゃダメなんだとか言うんですけど、そのですね、弱い人が強くなるのは素晴らしいんですけれども、それを強制してはダメですよね。弱い人は弱いままであっても幸せになれる社会でなければならなくって、強い人はその弱い人に手を差し伸べてですね、弱い人が弱いままでも幸せになれるような社会を強い人は作っていかないといけないんですよね。それが憲法13条の幸福追求権であって、それがですね、そういう社会
配をですね、我々は作っていかなければならないんであって、それが多様性を認めるということですよね。まあ、その点をですね、まあ、履き違えないようにしないといけないですよね。はい、以上ですね。今回は小林よしのりさんがブログで、弱者が弱者のままでいいという社会は実際にはないというふうに断言されていましたけど、まあ、それが明らかに間違っているということですよね。今の日本の社会っていうのは弱者が弱者のままでもいいという社会なので、あってですね、その弱者が弱者のままでも幸せになれるような社会を作っていかなければならないということですね。そういうところを、まあ、誤解しないといけないということをちょっと簡単にお話ししてみました。はい、今日は以上です。